はい、というわけで、スーパーファミコン用ソフトのスーパーマリオワールドですね。こちら、3ステージかな、3つ目の城をクリアして、赤と緑のボタンを押してないとどんな旅になるだろうみたいな案じられてましたが、気にせず一応進めていきます。進めていく上でこりゃまずいと思ったらまた戻って取りに行くかもしれないです。なんだ今のノコギリみたいのは。ああ、あれも押しといた方が良かったかもしれない。上、おお、なるほどね、そういう感じ全部動かしとかないと後から後悔する感じだったな。ドラゴンコインが取れず、うわ、なるほどね後戻りできないとか結構厳しいな。これやっぱりあれですね、一回本体消して最初続きからにするとマリオのプレイ人数何期とか戻っちゃうんですね。5期になっちゃった。結構集めてたはずなのにこのなかなか難しいぞここ。羽とかないとつらいな。なるほどね、よいしょ。さあ本気出していこう。まあタイミング的にこんぐらいで乗るってことだよね。でドラゴンコインが欲しいので、よっ、いやー取れないんだよな位置的にあ、またちょっと早めにジャンプしすぎなんだよな。一番上が安定かな。取りに戻ってもいいけど上に戻るの大変なんだよな。あ、中間ポイント浮いてる羽、何これ、取れないけど。あ、ヨッシー用の羽、あ、羽が空の彼方へ消えていくよっ、やったこのさ、キラーの発射口見えないのに急に飛んでくるのとかどういうこと結構えぐいマリオワールドってこんな難しかったんだね。一応小学校の時にクリアしてる気がするんですけど、クリアしてなかったかな。あ、危ないゴー、あー、ゴールスターも取れず、ゼロのまんま結構クリアするだけで精一杯だな。これしかもあの緑とか赤いボタン押してないけどそれ関係なくない？ボタンないもんね。おお、なんだこいつパワー、うわ意外と炎が残ってた。パワーウェーブみたいな打ってくるけど、よっ、 OK。 やっぱなんだかんだマリオシリーズは難しいんだな、アクション的な話。上から踏んだ方がいいのかな。え、踏めない
そうですか。スピンジャンプだったら踏めるとかそんなんかな。多分でも角生えてたから踏めないって感じだよね。雷様みたいな感じかな。下からこうだよね。で上にあるだろうキノコ一応全部ハテナは取るコインだった。おっとおっと激しい甲羅があるな。なんでだこんなところに。何用の甲羅ですか。あーなるほどね、わかったわかった。こうだ。あー追った方が良かったのか。いや関係ないか。あー赤いスイッチを押してないとこうなるわけだなるほどなよっ届かんよな避けながら行けってことか。今だ。オッケーオッケー。この中入るのかな。中間取ろう。ういしょ取ったそばから削りに来るよいしょ。なんかない、なんかない。あった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 。ドラゴンコインがあるだけ。左は上行けそうだけど。よっ、こんなことやってると時間なくなるかな。よっよっ、 OK、 ワープゲット。中間取ったよね。取ってちっちゃくなっちゃったんだすぐ。これも入れる。あ入れる。土管行ってもいいことあんまりないんだよな。危ない。こんな思いしてコイン何個か取るみたいな。あでも雲の上に来たな。おー楽ちん楽ちん。これは楽ちんです。あ戻されてるひどい戻されたりすんの？それ取れないじゃんね。あーくチョロプーのちょっとイラストが懐かしい。チョロプーのジャンプ力を侮ってしまいました。これさ土管入ってマイナスになるとか結構ひどいな。もう一回ワンアップ取りに行くか。意外とやられてるしな。ありがとう。でわっチョロプーは消えたりしないの画面外に行っても。よっこれだ。ヒップドロップ、ヒップアタックできないんだよな。よっヨッシーが欲しいあれえどうすんのこれ。あスピン。あ違う。えなんか甲羅的な。えおお急に火吹いてる。よいしょ。あやっぱあれだな、スイッチ押してないと結構厳しいね。あキノコ待って。オッケー。ほいオッケー。まあ時間あるからなんかないかな基本はそうだよ。あそうか、ハテナってことは1回で倒さないと2回目チャンスないってことか。硬い状態だと飛ばないもんね。ボワーンってあ倒せないのか。これ
入れる？入れそうだけど入らない。40。やっぱ50ぐらいかな、マックスは。ゴールスターの。さて、そしてもうお城なわけですが、あれ？お城までのコース少なくない？こんなもん難しくなってきたから、何またあいつメットだけど踏めないみたいな、うわっ、あカロンプラスメット、しかも踏めなくなるっぽい雰囲気。おお、殺意に、うわっ殺意が高いな。そうか、あ、ちっちゃいマリオだと結構大変かな。十何期ぐらいまで増やしたのに、続きからにすると5になっちゃってたからな。おお、これさあ、 R 動かせない、動かせるステージと動かせないステージの差は何？全部動かせるようにしてほしい。これどのタイミング？結構下からいけんのそれ、大丈夫？ほっ！ってことだよね。キノコ置いてある普通に。ブロックとかじゃなくて置いてあって、まずい、おうなれ。なんかいろんな予感を感じて急いだのが正解だった。うわー、これまずいっぽい、まずいっぽい、まずいっぽい気がする、危ない。結構激しいな、ここに来て。これ本当小学校の時クリアしたっけ？小学校ではしてないかな、クリア。なんとなくクッパの倒し方とかちょっと覚えてたりするんですが、違ったかな、マリオワールドじゃなかったかな。うわ、すごい広い。え、うわわわわわ、やられまくってる。こっちは、うわ、コインあるだけ、マジか。時間が、時間がやばい、キノコもない。あー、ちょっと焦りすぎたか。どっから、あ、中間なかったたな、そういえば。厳しい。あ、しかもこれラストワンかな、ゼロまであんのかな。よっ、ほっ、あ、ダメだ、厳しい。あ、ダメだ、ゲームオーバーになっちゃった。あれ、これ、あ、続ける。まさかのこっから。そうですか。そうなの？続きからやると、プレイ人数は5に戻されるのに、死んだときはコースの最初から。そうか。まあ多分ここは城まで もしかするとカットするかもしれませんが、さて戻ってまいりました、羽根付きです。羽根付きで行ってみましょう。
まあ途中まではね分かって、あこいつ羽で、あ倒せる倒せる、すごい羽強い、カノンみたいに復活もするんだろうけど、それを無効にできる。これタイミングしゃがんでいくしかないのか。わわわわわわ、こう結構厳しいよ。ここね、あーしまった、キノコ欲しい。そんなことやってるとやられる恐ろしい。ちっちゃくなってキノコを勝手に使うけど、取る暇与えてくれないっていうねすごい、こっちのシステムを理解した上での仕掛けが満載です。よいしょよいしょ、あー危ない大丈夫かちょっとしゃがんじゃったな。これを、ああれタイミングずれてるな。いけるときは簡単にいけるんだ。あえスイッチなかなかやるじゃないか。行こう。よ。まあまあまあ落ち着いて落ち着いて、何事も冷静に落ち着け。こう。OK。で問題こっからだ。こっから結構焦らす。飛ばしてからで OK。いや触る。落ち着け。戻って OK。 ジャンプの高さまで行ったらガンガン進む。大丈夫、間に合う間に合う、全然間に合う。あれ、あ危ない大丈夫でした。で金網はもう寄り道しても大したものないかな。あはてな、ここのキノコは取っとこう。よし覚えとこう。中間ポイントないからなよっ、ここはどんどん進もう。カメ早くない？赤いやつは早いのか。こっちから行こうか。 OK で木っ端戦ですね。えっ、おー、昔のクッパンみたいな。あ、おお、それは、クッパとは違う。おー、何それアクロバティック。あ、でも、ステージ結構広いな。横にステージが動くな。あ、まあでも、動きはそんな激しくないぞ。握れる幅が多いと楽だな。ステージが広いと。ハオリステージの難易度に比べてボスは割と楽でした。はいThank you。 あまたおえ4番目のコクッパもなんとかクリア。マリオたちはこれから迷いの森に入っていく。謎を解かないと出ることができないという不思議の森。果たして森を抜けることができるのか。というわけですね。もうスイッチがないことについては触れてくれない。4番目の城も左側があるみたいでしたね。はい。とりあえず記録して一旦ここで動画を切りたいと思います。